3、2、1、ようこそアーツソニックへ。つながる、つながっていく、過去と未来とあの人とつながって、つながって、つながって、生まれる力が輝く、明日が開ける、未来がコネクト。
ぞ。おっさまじいスキル、スキル、うわ、バカッカの豪快な池、石を飲んで、じゃあ、サンキル、じゃあお前らやり合え、はい、ジョフィゴリー、じゃあ、いい、ドッキリ、ドッキリ、この試合もらったぞ。よし、じゃあこっちやろ。やらないって。なんで？お前そんなことよりさ、お前そろそろツイスト始めろよ。やだよ、めんどくさい。ああ、分かってないな。スマホさえあれば誰とだってつながれる。世界中だよ。どこにいたってつながりができるんだよ。最強だと思わない？まあそうだけど。なんだよそのリアクション。ほら見ろ、始まった。山中筋肉のツイスタライブ。ほら見ろ見ろ見ろ。いやいいって。まあ、見ろってお前。興味ない興味ない。山中筋肉だぞ。僕知らないから。出るぞ。出るぞ。せーの、タイなんだよ。いや何も言ってないじゃん。言ってるようなもんだろ、そのか。あロキはいいよね、いつも楽しそうで。当たり前だろ、人生楽しんだもん勝ち。やりたいことやってくのが一番だろ。そりゃそうなんだけどさ。だったらさ、あれやってみろよ。何？ツイスタでさ。もういいよツイスタは。もういいから最後まで聞こうよ。何？リッチシニョーリって知ってる？シニョーリ？あのシニョーリ？そう、そのリッチシニョーリが最近ツイスター始めたんだよ。登録1日でフォロワー22万人だって。そんな人もツイスターやってんだ。そうなんだよ。もう見たか、シニョーリのライブ映像。いやまだだよ、だってあれ手に入んないしさ。そんなことだと思った。オッケー、じゃあ今度 DVD 貸してやるからちゃんと見とけ。うん、よーし。そうと決まれば、そうと決まればツイスタ登録だ。お前もシニョーリとつながるぞ。それはいいよ。なんでそうだった？だってつながるったってただフォローするだけだろ。最初はそうそうなんだけど、騙されたと思ってやってみろよ。悪いこと言わないから。気が乗らないのはわかるのさ。触れたことがないことに触れるのが怖いのはみんな一緒だから。そういうことじゃないよ。じゃあなんだよ。ああ、なんか深い感じのやつ。いや、じゃあなんだよ。ほら、SNS ってさ、ロキの言う通り有名人の情報を手に入れたり仲いい人と気軽につながれるツールだと思うんだよね。だからこそさ、いろいろ考えちゃうな。なんだよその哲学っぽいの。いや、そういうめんどくさいのじゃなくて、なんていうか友達多い人とか誰とでも気軽に話せる人にとってはすごくいいものだと思うんだよね。ロキなんかもそう、まさにそういう世界の中心にそのタイプだし。でも僕はさ、そんな簡単にはいかないんだよ。きっとアカウント作ったところで誰とも交流持ったりしないと思う。なんでだよ。さっきも言ったけど、ロキとはタイプが違うんだよ。そもそも誰かが僕なんかとつながりたいなんて思ってるわけがないと思う。そういうのいらないいらない。なんかお前さ、 SNS のことすげえめんどくさ考えてない？違うよ、もっとさ気楽にやっていいんだって。お前それこそお前有名人でもなんでもないんだから、何か言って炎上するわけじゃないし、もっと楽な感じでいこうや。楽にね。出たー、そういうの、そういうの、お前そういうのがいらねえんだって。
おいそう、おいそう、おい、ツンツン、おいツンツンやめろ、ほれほれほれやめろ、ほれやめろって言ってほしいな、ゾウちゃん、ゾウちゃんって呼ぶな、やめて、ほれもういいから、リッチシノーリがゾウの目の前に、わかったよ、よし、そうと決まります。早速ツイスターの登録からだ。スマホ出せよ。あ、家に置いてきた。わかった。じゃあお前家行こうぜ。一緒にやるぞ。うん。完了。まずは分かってるな。うん、リッチシニョーリのフォロー。やるじゃん。せっかくだから、はい、もう少しツイスター触ってみろよ。うん、そうだね。でもなんか怖いな。何が怖いんだよ。知らないことに挑戦するんだから、誰だって最初は怖いだろ。挑戦ってそんな大げさなことじゃないって。いいからほらやってみ。うん。ゾウは恐る恐るツイスタの中に入っていった。画面上のいろんなボタンをタップしてみた。人の動画が突如始まったり、また別のボタンをタップすれば自身のスマホの写真がいきなり表示されたり、押すボタンによっていろんなことが起こった。でもハートマークはなんとなく押せなかった。なんとなく。でもそこには見たことのない世界が無限に広がっていた。大好きだった有名人が自分のこの手の中にいる。リッチシニョーリが喋ってる。まるで自分に話しかけてくれてるみたいだと、ゾウは興奮を覚えた。それだけじゃない。
いつも好んで聴いているアーティストがスマホの中で歌っている。世界大会で活躍した野球選手が剛速球を披露している。大好きなお笑い芸人がネタを披露している。何より驚いたのは、あの人気のテレビタレントが情報番組のリポートで近所のお店に来て食事をしていたことだ。え、こんなところに、いつの間に。すごいだろ、楽しいだろ。そうは夢中になってツイスタの中を駆け回った。開くたびに新しい世界がその中にある。夢のようだった。な、もう一つ面白いことやってみないか。なになになに。なんか短い間にずいぶん積極的になっちゃって。うん、楽しくて。で、何するの、何すればいいの。そうは正直に答えた。すでにツイスタの魅力に取りつかれていた。だからもっともっと、そうは次を求めた。写真撮ろう。写真？そうだよ、ツイスターってさ、みんな写真とか動画をアップしてるだろ。それをそうもやるんだよ。ロキは嬉しかった。自分が連れてきたこの SNS の世界の魅力に親友のそうがこうして気づいてくれたことが嬉しかった。同時にそうもまたロキがこうして導いてくれたことに何よりの喜びを感じていた。そして写真を撮った。おーい、何撮ってんだよ。え、写真。ああ、そう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 、俺はそうに写真を撮ってと言った。そしてそうは写真を撮った、お前は花の写真を撮ったって。違うよ、なんでそんな普通の写真撮ってんだよ。だって花が綺麗だったから。花が綺麗なことぐらい分かってるよ。このアプリ使って撮るんだよ。スロー、聞いたことあるだろ。おお、スロー、なるほど。お前はバカか、花に耳生やしてどうするんだ。花に鼻がついて面白いか。俺らの写真を撮るんだよ。よし、撮るぞ、せーの。よし、送信。これでお前も世界デビューだ。デビューってそんな大げさな。いいから見ろって。いいね。え、なに？いいね。お前の投稿に共感してくれた人がいいねしてくれてんだよ。そうなんだ。よし、今度はお前の好きな芸人のこと書いてみろ。わかった、送信。最高！英語！世界のつながり！
あなたをフォローします。え、フォローどうすればこれかな。フォローバック。え、今度は何。ソウさん、はじめまして。私、つむぎって言います。フォローバックありがとうございます。つむぎさん、はじめまして。メッセージありがとうございます。で、いいのかな。僕はソウって言います。よろしくお願いします。送信。っていうか、ソウくんでしょ。私、わかる。つむぎ。え、つむぎさん。つむぎさん、さては覚えてないな。ほら、中学2年で同じクラスだったじゃない。あ、思い出した。でも、なんでつむぎさんが。本当にあのつむぎさん。送信。疑り深いな。私は本物です。あ、ごめんなさい。ちゃんと信じてます。送信。よろしい。でも、なんで。なんでって。いや、その、なんていうか、あんまりその、話したことなかったなって。うん、ないね。私も記憶にない。え、じゃあなんで。うん、ツイスタ見てたら流れてきたから。はあ、これ友達だって。友達。そうそう、友達か。何、友達じゃ不満なの。え、違うよ、逆逆。なんていうか、僕、中学時代そっち側の人間じゃなかったから。そっち側って。今日雷が鳴るってよ。マジ最悪だよな。中止にしろよ。帰りた。帰りてえよな。早く終わんねえかな。さっさと終わってほしいな。3時。ねえねえ、私のお題これなんだけど、一緒に来てくれない。え、なんで俺。誰がどう考えても新たじゃん。それじゃつまんないじゃん。冗談だって。他探すから。ごめんごめん。あいつって1年の時から変わってるよな。何がやりたいんだ。最初から新た誘えばよかったじゃん。なんで俺なんだ。次はクラス対抗リレーです。皆さん頑張ってください。
勝は C 組。ほら、華やかなというかリーダー格っていうかクラスの主力みたいな、そういう感じ。何主力って、クラスに主力も控えもないでしょう。同じ授業を受けて同じイベントやってクラス対抗はクラス一丸となってやってあるんだよ。そう、あるんだよ。そちら側からは見えない景色を僕らは見てる。主力の人たちはみんな運動神経が良かったり、とびきりの美人だったり、面白かったり。僕たち控え組はいつも主力組を見ていた。悪さをしてる時だってそういうのにちょっと憧れたりして。できないんだ、生まれつき控え組の体質っていうか、なんかそういうの。あ、ごめん、全然責めたいわけでも文句を言いたいわけでもなくて、ただ住む世界は違ったよ。それだけは分かってほしい。そっか。でもそういうことが言いたいわけじゃなくて、そういう人が僕なんかとつながりを持ちたいって思うわけないから、友達って言ってくれたことが嬉しくて、照れくさくて。なんかさ、あんためんどくさいね。え、冗談だよ。だって地球は広いし人生は短い。できるだけやりたいことをやって、つながりたい人とつながれた方が自分の世界が広がる感じしない？その方が楽しい感じしない？うん、それはそうかも。中学の時話したことあるとかないとか、誰と仲良かったとか、そんなの関係ない。今の私は今の私の価値観で生きてる。さっきたまたまツイスタでソウ君を見つけた。すぐにピンときた。同級生のソウ君だって。人生つながれる人に限りある中で、つながれそうなのにつながろうとしないなんてもったいない、もったいない。しかもその人が私と同じ趣味を持ってるなんて、もう仲良くなるしかないじゃん。同じ趣味？うん、同じ趣味。さっきの投稿見たよ。かっこいいよね、パーフィリオン。私も昨日見てた、ミュージックステーショナリー。パーフィリオンさん、今回ミュージックステーショナリー初登場となっております。ようこそ。待ってたよ。最近どう？忙しいとか聞くけど、ご飯とかちゃんと食べてる？食べてるんですけど、ちょっと偏食気味になってます。また偏食とか言うけど何食べてんの？たくあんが好きでよく食べます。たくあん、はい、変わってるねそれ。たくあんいつ最近いつ食べたの？さっきちょうど楽屋に置いてあって。ほんと？そうなんです。はい、パーフィリオンさんがたくあんが大好物ということで、当番組からパーフィリオンさんの楽屋にたくあんをご用意させていただきました。私のためにあったんですね。そうなんです。美味しかった？あ、めっちゃ美味しかったです。もうバッチリ歌える？次完璧です。あ、じゃあ次披露してもらう曲だけどさ、はい、どういう曲なの？ミスディレクションという曲をやらせていただくんですけど、うん、私が小さい時マジシャンになりたくて、でそのマジシャンが主人公の物語を考えて、それについて歌った曲になります。お、マジシャンになりたかったの？はい。え、何できるの？マジック？コインマジックとかやってて。本当？消したり？はい、その感じ。不思議だよねあれ。すごいですね。いや、もしよろしければ今度パーフィリオンさんのマジック見てみたいですね。いつか、はい、機会があれば。ライブとかでもやっちゃえばいいんじゃないの？あ、いいですね。ちょっと練習します、また。お、ライブで言うと、はい、あ、そうですね、パーフィリオンさん8月にライブを行われるんですよね。はい、8月13日もうすぐなんですけど、シーダーというところでライブをやります。ガチでやるのでよかったら調べてほしいですね。あと9月に15日はローカスというところで、26日はサンセットブルーというところでガチでライブするのでダイレクトメールで取り置きお待ちしております。詳しくはツイスタの方を
確認していただけると嬉しいです。はい、ガチで行われるライブということで楽しみにしております。はい、はい、それではステージの準備をお願いいたします。お願いします。さあ、ともりさん、はい、先ほどパーフィリオンさんが8月のライブの情報が公式ツイスターアカウントにて更新情報が更新されていくとおっしゃっておりましたが、うん、なんとパーフィリオンさん歌唱動画もアップされてるんです。本当？はい、今回披露していただく楽曲はミスディレクションなんですが、その他にもパーフィリオンさんが作詞作曲を務めた楽曲の歌唱動画がアップされております。はい、なので皆さんも今後あの8月のライブの情報がまた更新されていきますので、その情報に合わせてそちらの歌唱動画もぜひ皆さんチェックしてみてください。それでは参りましょう。パーフィリオンさんでミスディレクションです。どうぞ。
ました。パーフィリオンさん、ありがとうございました。一旦 CM です。パーフィリオンの生演奏、うん、初めて聞いたけどめっちゃ感動した。そうくんも、私も初めて聞いたけどやっぱり画面で見るのと生で聞くのとじゃ全然違うね。うん、そうだよね。とあとさ、うん、歌もいいんだけどさ、やっぱギターかっこいいよね。わかる、ジャケジャンってかっこよかったね。うん、やっぱバンド好きとしてはさ、趣味は弾き語りですとか言ってみたくない？いいね、いいね。あ、ねえ、そうだそうだ、他になんか趣味ある？お、海外旅行とか興味ある。いいね、どのあたり行きたいの？ヨーロッパとかアメリカとかかな。おー、いいね、いいね、行ってみようよ。いつ、どこへ？急に言われてもそんなお金。違う違う、何のためにツイスター始めたの？検索してみてよ、そういう写真や動画いっぱい出てくるから。ついでに友達も作っちゃおう。友達、友達ってそんな簡単にできるもん。やるの？やらないの？使うほどツイスタにのめり込んでいった。ツイスタを開けば自分の欲しかったものが次々と手に入るような気がした。人との交流が生まれ、好きなものに触れ、ソウの日常はそれまでとは大きく変わっていた。ねえ、聞いてくれよ。この前ツイスタでつながった外国人がいただろ。おお、この前の。うん、そうそう、あのあと DM くれて。おお、すげえな。あれ、お前英語？うん、全然わかんない。でもね、伝わるんだよ。ボディーランゲージっていうか。バカお前、ボディーランゲージって体見えてないじゃん、 DM なんだから。いや、そうなんだけど、いや、なんて言えばいいかな。
そう、伝えようとすれば伝わるもんなんだよね、人間って。それまでのソートは明らかに変わっていた。目の前にやってくる出来事をポジティブに捉え、ある時は受け入れ、また別の時は果敢に挑み、自分の周りで起こる全ての出来事を楽しんでいた。彼は何て言うの？お、マイク。お、ベタだな。ベタってなんだよ。でもすげえな、ソーにはマイクっていう知り合いがいるのか。なんかかっけえな。お、国は？アメリカ。お、アメリカ、ベタだな。国にベタも何もないだろ。お、そういえばマイクが言ってたんだけど、お、マイクは僕と知り合うまで日本人は寿司しか食べないって思ってたんだって。楽しんでいた。あと僕のアイコン見て、なんで着物着てないのだって笑っちゃうよね。ああ楽しんでいた。それとマイクは、もういいよ。とにかく楽しんでいた。ソーはツイストを始めてから明らかに変わった人生を心から楽しんだ。そうして何事にも前を向くことがすっかり習慣づいたソーは、何だってどんなことだってポジティブに受け止めた。それでこの前なんかさ、なんだよ。いや別に。別にって顔じゃないだろ。なんだよ。なんかそう変わったなって思って。なんだよそれ。いいんだよ、褒めてんだから。なんだよそれ。いいのいいの。そして進んだ。もっともっと。勢いづいたソウは貪欲に新しい出会いを求めた。求める気持ちはとどまることを知らなかった。もっと知りたい。いろんなことを知りたい。見て、聞いて、触れて、話して、たくさんの人とつながっていきたい。すげえなそれ。そうなんだよ。あ、そうそう、そういえばこの前知り合いになった人がラーメン屋出すんだって。そうなんだ。高梨さん？違う、棚橋さんだよ。あーごめん、そうは知り合い多いからさ。
フォロワー数多くたって僕はちゃんとするの分かってんだから、そういうとこそういうとこ。あ、まあでも俺のじゃなくてソウのフォロワーのことまではさすがに覚えてないし。ちゃんと人とのつながり大事にしないと。大事に、そうだな。あ、そういえばこの前ソウに勧められた映画やっと見たんだよ。あのシーンマジですごかった。ソウが言ってた通り。ようやく見たんだ。遅い遅い、何1週間前の話してんだよ。時代はもう次次。ああ、そうだな。あ、スマブラトゥーンの対戦明日ならできるって言ってただろ。俺も予定空きそうなんだよ。よかったら一緒にやんない。あ、そうなんだ。いやー、ロキの返事が遅いからさ、この前知り合った人とすることにしちゃった。ああ、そうなんだ。ごめんごめん。でもそういうのはすぐに返事くれないと。時代はお前を待っちゃくれないぜ。ああ、そうだね。ああ、そうそう、それとこの前借りたリッチシニョリの DVD 返すの遅くなってごめん。おお、いいよいいよ。それだけお前がリッチシニョリを堪能してたってことだもんな。全然問題なし。いや、あれ実はなくしちゃってさ。え、でも大丈夫、新品買っといたから。また今度渡すよ。ああ、そうそう、それとん、あのさ、なんか違う気がする。ん、なんか違う気がする、いろいろ。何が。そう、お前変わっちゃったな。なんて言ったらいいのかわかんないんだけど、なんか違うわ。わかんない。よくない気がする。よくないって、今のそのそういう感じ。よくない、なんだよそれ、忠告のつもり。おい、冗談はやめてくれよ。僕たち親友じゃん。まさか僕今人格否定されちゃってる。怖い怖い怖い、やめてくれよ。いや、そんなんじゃなくて。変わったって何が。僕はそう、ロキの知ってるそうだよでしょ。なんだよその感じ。ああ、確かに僕はロキからいろいろ教わったよ。ツイスター始めて世界広がったし、つながりも多くなった。消極的な僕から抜け出せたのは間違いなくロキのおかげだ。だからそこはめちゃくちゃ感謝してる。うん、感謝してるよ。だけどさ、だからって何、いきなり上から目線で気分悪い。イケてない僕がロキの目の前で変わってったことがそうさせてんの。なんだよこのままじゃ良くない気がするって。もともと人見知りで全然人と話せなかった僕がさ、フォロワー増やして世界中に友達作ってさ、すごくない。フォロワー2500人。あ、大丈夫大丈夫、これだけフォロワー増えたってお前の投稿はちゃんと全部チェックしてるから。なんて言ったって親友だからね。ほら、この前君が紹介してた店、美味しそうだよね。今度僕も連れてってよ。ね、ロキ。あ、そっか。もしかして嫉妬してんの？自分からツイスター教えたくせに。ロキはフォロワー70人だっけ？フォロワー増えなくなって悲しくなっちゃった？なんだ。それなら言ってくれればよかったのに。今度は僕が先生やってあげようか。フォロワー増やそう講座受講する？君なら特別に受講料タダにしちゃいます。なんだよ。ああ、嫉妬ってかっこ悪いね。なかったの。
君の力借りてた頃、刺激的な毎日だった。触れたことない世界に触れて、出会えない人に出会った。どうして伝わらない、あいつのためなのに、なんでだろう、なんでだよ、何が違うのか。でもだからってそれがなんだ、この僕は僕自身、本気せがましく皆さん見えてますか？初めてのライブ配信なんでよく分かりません。ちゃんと見えてますか？ロキですって言っても見てる人いないと思いますが、今私はとある屋上に来ています。周りには誰もいません。気持ちいいな。皆さんは友達いますか？今日突然私がなんでこんなことをやっているかっていうと、寂しいから。寂しいんですよ。私にも友達がいて、でもうまくいってなくて ねえ。そう、私がそう誘ってこっち来なよって巻き込んで、さもこっちがイケてる世界みたいに振る舞ってたけどさ、そうじゃなかった。私は勝手に私がイケてるって思ってて、イケてない層をこっちに連れてきてあげるって思ってたけどさ、ダッサいなあ私。そうはちゃんと自分の価値観で生きてたんだよね。そうは友達作るの苦手だろうから、私が相手してあげるよっていろいろ調子に乗って誘っちゃったけどさ、今気づいた。誰も友達いなくて寂しくて、仲良くしてくれる人が欲しかったのは
私の方だって。私、一方的に面倒見た気になって、親友気取って、翔は私がいないとダメなんだって思ってたけど、救われてたのは私の方だった。紬って存在が現れて、いつの間にか仲良くなってて、気づいたら私、部屋の外にいて、私が誘ったツイスタなのに、私が誘ったツイスタなのにって、もう、わかんないや。どうしたらいいかわかんない。私の居場所なんて、どこにもない。だから、こうして、ダメだよ絶対、そんなのダメ。
あなたは一人じゃない。誰も一人じゃない。そう、見てるんでしょ。え、ツイスタで再会してからどれぐらい経ったかな。あなたと再会した時、なんだかとても不思議な気持ちになった。なんて言えばいいのかな、あなたのまとうその空気感が新鮮で懐かしい感じがしたの。何言ってるのか分かんないよね。うまく言えないんだけど、あなたって、あなたの印象はあの頃と何も変わってなかった。あの頃、あなたの人柄はツイスタの投稿にも現れてた。誰よりも温かくて、人のことをよく見ていて、自分の好きなものに一直線で、変わらないあなた、新鮮で純粋さに触れて羨ましいなって思った。私があなたに近づきたい、話をしたいって思うまでに時間はかからなかった。条件反射のようにあなたに DM をした。実際あなたといろんな話をした。思った通りの人だった。気づくと私はあなたという人間に惹かれた。惹かれてたんだ。紬、こんなにも素敵なあなたが自分に自信を持てずにいることもすごく不思議だったけど、そういう部分も魅力の一つだったのかもね。でもね、あなたどうしたの？最近のあなたどうかしてる。まるで別人じゃない。あなたがツイスタを始めてからいろんなことを発信するようになった。共通点を持った人たちが周りを取り囲むようになった。あなたに興味を持つ人も増えてきたと思うの。でもそれはあなたの人柄、そういう部分がとても良かったんだと思う。いろんな人と関係を作っていくことはとても素敵なことだと思う。でもね、大事なことを忘れると大事なものを失っちゃうよ。違う、そんなつもりじゃなかった。僕はただ自分の世界を広げたい、いろんな人とつながりたい、その一心だった。実際に SNS を始めてこうして知り合いもできた。たくさんできたよ。できたんだけど、気づいたら僕一人だった。一人になってた。でもだからって紬にもロキにもなんて言ったらいいのかわからなくて。一人で生きていくのってすごく怖い。誰だって怖い。私もそう。でも怖さや寂しさを紛らわすためにわがままになるといろんなものを壊しちゃう。だからね、最近よく思うんだ。弱くて何が悪いんだろう。怖がって何が悪いんだろう。人ってそういうものじゃないかな。だから弱い自分も、それを乗り越えた自分も、悔しいけど負けちゃった自分も、ちゃんと自分の心で抱きしめてあげよう。つむぎ、ロッキー、ロッキー、ロッキー、もういいよ、大丈夫だから。
しさをこの目に浮かべているのは今ここであなたと僕が心通った奇跡果てない
ないだと。